やあ、推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。パッチーズは鎖に繋がれているものの、オリーブとうまく暮らせているようだ。そんな中、ここがいいニュースがあるということでみんなをここの家に集める。ここの家で待っていると、なんと幽霊だったジンジャーが生き返っていた。ここはエリートマジッククラブの部員に頼んでジンジャーを生き返らせてもらったらしい。彼らは犬を嫌っているようだが、果たしてどうやって生き返らせてもらったのだろうか？ハロウィンの装飾に失敗したから君にたくさんのバカ犬を治療してほしいんだってさ。聞いてたわ。答えはノーよ。だろうね、猫の一声だ。出て行ってもらおう。ふう、待ってくれ、頼む。ほら、時間を無駄にさせないでくれ。ゾンビを生き返らせるよりも殺す方が簡単だろう。生きている犬が1000匹減れば、猫を襲う可能性がある犬も1000匹減る。猫の繁栄を邪魔するつもりなら、ここにいるのはふさわしくないと思うが。実を言うと、君みたいな犬好きが学校に近づけないようにすることもできるんだ。リスクがここに迫った。待って。ここたちの間の地面からジンジャーが湧き出た。犬だ。なんなの？ごめんなさい、私は。エネルギーの爆発がジンジャーに向かって螺旋を描いた。エネルギーは消散した。彼女は自分の魔法で爆発を吸収した。犬はダメ。僕たちの敷地内に犬を持ち込んじゃいけないんだ。こいつ、いきなり撃ってきやがった。ウィスクの話と合わせると、どうにも犬は猫を襲うものと認識されているらしい。パッチーズの例もあるが、犬が全員そういうわけじゃないんだがな。ごめんなさいごめんなさい、あなたたちのルールを破るつもりはなかったの。全部私のせいなの。ここに助けを求めたのは私だから。私の魔法が裏目に出て、犬がゾンビになってしまったの。私の無謀を理由に彼女を罰しないで。待て待て待て、お前が犬をゾンビ化したのか？でも、魔法が使えるのは猫だけのはずよ。彼女の家系に猫の血が入っていたら？そんな。ごめんなさい。どうやってこの能力を身につけたのかわからないの。私が知ってるのは、私には犬を完全に生き返らせる力がないってことだけ。すぐに助けないと、犬たちは腐ってバラバラになってしまうの。そうなったらもう助けられない。猫が本当に私たちの最後の希望なの。うぐ。それで、自分の立場を分かっている犬を見つけたわけだが、僕たちが他の犬を治療したら、彼らもこんな風に柔軟に対応してくれる保証はあるのか？わかったわ。何をだい？治療してあげる。なんだって？本当？ミトンズ。ありがとう。ただし、一つ条件があるの。当ててあげようか、永遠に奴隷になれって言われたんでしょ？違うわ。それを提案したのは私よ。だけど彼女たちはそれを望んでいなかったの。彼女たちは猫と犬が仲良くできることを私たちに証明してほしいと思ってるんだ。本当に？たくさんの猫と友達になれるね。オリーブはパッチーズを抱きしめた。僕はクソ猫じゃないぞ。ここからが計画だ。八甲高校で猫と犬が一緒に授業を受ける共同登校日が開催される。脳死状態が一番マシなゾンビ犬を集めなくちゃならない。つまりジンジャーがパッチーズに対してしたように、魔法を使って体と魂をくっつけなくちゃならないことになる。全員を確認するのか？それはちょっと大変すぎないか？えへへ、なんとかなるわよ。パッチーズ以外のみんなに監修を協力してもらうぞ。え？パッチーズ以外？なんで？こいつは鎖に繋いでお前の家にいさせるつもりだ。ここで何か問題を犯すリスクは背負えない。いやぁ。オリーブが吠える。スパーキーも遠吠えしそうになったがこらえた。誕生日パーティーの後、パッチーズはとてもいい子だったよ。オリーブ、誕生日パーティーからまだ1日半しか経ってないわよ。わかってるよ。それに首輪をつけて以来、パッチーズは私を傷つけてない。パッチーズは誰も傷つけないよ。それにみんな仲良くするって言うなら。パッチーズを仲間外れにするのは間違ってるんじゃない？ああ、オリーブ、あまり健全な思考はやめてくれ。本気で言ってるのかい？僕はこんな犬と猫のフリークショーすら見たくないんだぞ。家で鎖に繋がれていた方が楽しいさ。ここ、パッチーズを家で鎖に繋いだままにしておくわけにはいかないよ。わかったよ。ここにいるみんなはオリーブがパッチーズをしっかりと繋いでいる間、犬の監修をしておけよ。スパーキーは礼儀正しく前足を上げた。ここは彼にうなずいた。
犬と猫が平等であるはずの日に、犬が猫をリードで繋いでるのは問題にならないのか？あ、もう。わかった、パッチーズを解放して、普通の猫のように授業に出席できるようにすればいいんだろ。ただし、こいつが何かしらの方法で残忍に誰かを殺して、すべて台無しにすることがないってのが大前提だ。やった。ねえ、その首輪をつけてる間はみんなを困らせることはできないんでしょ？害があるかはわからないさ。パッチーズが僕に話しかけない限りね。それなら決まりだな。ウィスクとミットがくれた期限は明日までだ。やることを整理するぞ。スパーキーの足が空中に飛び上がった。あ、もう、なんだよ。ジンジャーが体をどうやって取り戻したのか聞いてなかった。ああ、そうだな。私はミットがジンジャーの残りわずかな体を治療することができるという証拠が欲しくて、ジンジャーの治療を頼んだんだ。彼女たちは治療法を妙に秘密にしていて、俺をその場から立ち去らせたんだ。それにジンジャーも何が起こったのか教えてくれない。あれは彼女たちの家系が代々受け継いできた呪文なの。とても人気があるから、彼女たちのためにも話すわけにはいかないわ。それに、もし話したら殺すと言われたの。私が言えることは、ミットは治療できない。彼女たちは治療できる人を知っているだけ。今日は特に暖かい秋の日だ。オリーブとパッチーズはもうすぐ学校に到着する。なるほど、治療法の正体は召喚術か。ここの魔法でも無理だからどうするのかと思ってたが、別のアプローチがあったとはな。しかし、死者を生き返らせるとなるとそれこそ神レベルを召喚しなければいけない気がするが、代償が何もないのが気になるな。パッチーズは興奮してないね。私は学校に戻ることができてす、すごく嬉しいよ。ああ、僕も学校にいい思い出を持っているよ。幽霊、刺し傷、血、ほとんど匂いだけどね。実は、ここが昨日学校の大掃除をしたの、だからごわわないよ。ふーん、それなら自分で作ればいいじゃないか。あははは、パッチーズは面白いね。パッチーズはいい子すぎて、そんなことをするのはもったいないよ。なんでそう言えるんだい？わからない。私はパッチーズの友達だから、私がパッチーズを信じてることを知ってほしいの。二人は八甲高校の正門に到着した。まるで虐殺なんてなかったかのようだ。オリーブ、遅かったじゃないか。ミットとイスクを紹介する。おはよう。ワンちゃん。私の名前はオリーブだよ。オリーブね。エンジェル？髪を切ったのかい？それと交通事故にあったのか？エンジェル、イスクがお前に話しかけてるぞ。ここはパッチーズに絶望的な表情を向けている。わかったよ。やあ、ミット。僕はミットじゃないよ、ウィスクだ。ああ、ごめん、猫はみんな同じに見えるんだ。ここはパッチーズを別の表情で見た。今度は絶望的ではなく腹を立てている表情だ。つまり、アメリカの猫はみんな同じに見えるんだ。あははは、そうだな、エンジェルは面白い猫だ。エンジェル、とても面白いぞ。とにかく、ミット、ウィスク、パン作りのためにホーム EC ルームに行こう。みんながブラウニーに会うのが楽しみだ。あいつはとても素敵な犬だからな。期待しているわ。それはいいね。ウィスクはパッチーズにウィンクをした。パッチーズはうんざりするばかりだ。エンジェルは僕のことを思い出せるのか？これはエンジェルが僕に対して犯した最悪の罪かもしれない。ああ、そうだね。ウィスクは素敵だと思うな。オリーブとパッチーズは学校の玄関に向かい、そこでココが待っているのを見つけた。そうか、そういえば二人の体は入れ替わってるんだったな。パッチーズがエンジェルの真似をしなければならないのなら、必然的にエンジェルもパッチーズの真似をしなければならない。私たちはこの状況に慣れていたから気づかなかったが、早速思わぬ障害が発生したな。今日という日を無事に過ごせればいいが。ここまで視聴してくれてありがとう。波乱の共同投稿日の続きが気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。